はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、あ、やった、セニョリータ。あ、違う、セニョリータじゃねえわ。ドンキホーテだ。でも、虫。さあ、さっさとやっていきましょうか。7時間クリアをね、やるにはね、一体どのくらいのスペースでやっていかなきゃいけないのかっていうのがね、いまいちまだ掴むことがあ、すいません、ブルーホースでございます。本日もやっていきましょうか。バイオハザード RE4 でございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してからね、まあ、コーヒーや紅茶やお茶や好きな飲み物をすすりながらね、こうゆっくりご覧いただけたらと思います。まあ、最近なんかね、よくわかんないテンションで謎にやったりとかしてるけど、今はね、なんかちょっとテンションが高いのでやっていこうかなという感じですね。ガムソンレーディストレンジャー、はい、Welcome。 で、今回は素材エルニューがあるんだぜ。で、チューンナップはこっち、あ、ちょ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 、その前にこいつだね、こいつをぺけん。で、いらない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 、メンデスのギガンを安いお付き合い。で、ここら辺も別にいらないもんね。で、こうで、こうで、こうで。そう、今の、次なる目標はですね、あれですわ。どれですか？違う。言葉が出なくなった。あ、そうそうそう。チューンナップで、こいつを無限弾にしていくこと。でん、でん、でん、でん。See about these 素敵な旅を。ありがとう。いつだって俺はボンボヤージュしてるぜ。で、ここら辺からもうシューンって打ってったらなんとかならないかな。ねえ、おい、オッケー。あれ、あ、ごめん、カラス。なんで100コインがあるんだろうと思ったらカラスが、ほいほい。ここの敵を倒してたら、なんかちょっと次に出てくる敵が数減るとか、そういうオチなのかな。わかんないね。まあいろいろと。さあ、結構ね、今回のお城がね、不気味だしさ、敵がなんか無限に出てくるみたいなオチだったりするからね。ほい。おしまい。うちの娘がね、まあ今2歳ちょっとなんですけど、遊ぶの終わった時にね、最近可愛いのがさ、おしまいって言って、おもちゃを殻付けてくれたりとかするんですよ。もうそれがね、たまらなく可愛いんですよね。これはオルガン？オルガンではないよね。なんかさ、モーツァルトの頃の時代のやつさ、オルガンとかピアノとかじゃなくて、なんか、言い方があるやつあったよね。なんか、なんだったっけな？なんか、しかも鍵盤が、白と黒の位置が逆だったりするんですよ。なんかどっかでキューキュー言ってた。どっかでキューキュー言ってたぞ。あれ？気のせい？気のせいか。なんか宝物が急に湧いて出てきたぞ。ガシュリちゃんがずっとね、あっ、あっって、あえて、ね、エロいね。歓迎されてます？どえらい声がいっぱい聞こえてきてる気がするんだけど、気のせいか。モルタ、なに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 、で、ほい、あ、なんかどこから飛ばしてきてるやついるな。こっちか。大丈夫、アシュリー。なんか上でチラチラ動いてない？気のせいか。これがありゃ、いる？大丈夫だよね。うん。ここも結構苦労させられるポイントの一つだからね。はい、上がっていきます。でん。チク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 。これも普通にロケランで破壊できないのかなと思うけどね。やっぱ石の砲台じゃないとダメなのかな。ここもムービーはないもんね。ムービーなく。アイエスだ。ノーウェイ、あんなの当たったら死んじゃう。大丈夫、君は2発までなら大丈夫。オッケー、まず1つ目。ほい。てか、アシュリー、なぜ君は前に出てくるんだ。好奇心が旺盛すぎるだろ。ほい。大した歓迎ぶりー。でーん。
まあね、城に歓迎するんだったらそのくらいのパーティーはやってくんな。え、痛い痛い痛い、なんだなんだ。あー、ちょちょちょ、いつの間に。あー、ちょ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 。え、どこでどうなってる今。え、このままアシュリー切らない、大丈夫。めっちゃなんかただの接近戦はナイフが早い状態になってる。ほい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 、あいてててててあいててて、物理物理、それは熱くてずるいの。オッケー、ナイフちょっとあれだね、修理しないといけないな。で、どっから飛ばしてきたっけ。あいてててて、後ろ、あれ後ろまだダメか。あいたい、あっちか、なるほどね、了解です。その咳き込んでないで。で、あっち側もまだいんのか。あっちがまだやってんのか。なるほどね、了解です。この辺りかな。よし、スーパーコップ道に、あ、いるね。超だからなんか燃えてんじゃん。なぜ燃えている貴様が、なぜ燃やされている、かわいそう。あ、来てる来てる。アシュリー車線に入ってるっちゅうの、大丈夫。アシュリーが粉々になってない、大丈夫。 It's open に go。 ほい、いやーすごいね、かわいそうに。でもこのチャプター長いんだよね、あんまちんたらやってらんないよね。青いコインもやりたいところだけど、まあ、今回はちょっと無視しましょう。回収できるだけのアイテムは回収しちゃって、お金が必要だからね。無限武器にするの。無限武器にすんでも金がかかんだよ。まあ、スピネル集めて、限定、特殊改造の限定チケット集めるのもいいのかもしれないんだけどさ。まあ、そこまでゆっくりするよりは、まあ、さっさとお金稼いじゃって、金に物を言わせる方が早かったりするからね。あれ、使いできてなかった。まあ、いいや。さーて、結局年齢不詳の城主さんに会いに行くことになるよね、これね。一体いくつになっちゃったんだろうね。何歳っていう設定なのかすごい気になるけど。まあいいでしょう。入っていこう。豪華なお城。豪華か？古くない？そして、レオンなんか返してあげろよ。そうだなとかさ、俺の趣味に合わないとかさ、カビ臭いなとかさ、臭そうとかさ。あ、カビ臭いも臭いも一緒か。ほいほい、アムスルーン、アムスルー、トゥマイカッソー、トゥマイカッソー、サッチャープレッシャートゥファイナリーメイクユアクエンテンス、ミスターケネディ。全体的にキャラがすごい重々しくなってるよね。オープリーズコールミーラム、サラザールっていう名前じゃなくなってるもんね。まあサラザールって名前あるんだろうけど、サラザールを名乗る瞬間がなくなってるもんね。渡していただきたい。なんで？Yeah, fat chance. The girl's just fine. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. ただの癇癪を起こしてるジジイだもんな、これだとね。How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours.With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. こっちはプラチナよりも硬いご意志でエージェントとして守ろうとしてるからね。あなたほどの柔さじゃないんですよ。Never! You heard the lady. How unfortunate.これかっこいいね、パチ。これパチがかっこいいのは、まあ、アトベさん以外、他いないけどね、なかなかね。客人は死をお望みのようです。いやいや、いや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 。ゲストよりもキャストの方が死を望んでるみたいだから、遠慮なくやらせていただきますよ。で、くるっと折り返ると、いるよね。で、まだやる？まだなんかやる機会？これだから雑魚は。違う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 。もう一周目の時に散々やられてんすよ。ってことで登ってください。はーい、どうぞ。Got it.
前言われたな、なんかその僕結構なんか人に優しそうですねとか、なんか人柄がいいですねってこう一緒に仕事した人とかなんか知り合いとかに結構言われる機会があって、まあそう言ってる間っていうのはおそらく僕の本性を知らないから、それはあのいつかバレた時にそれ全部あのひっくり返っちゃうんで勘弁してくださいとかって言ったりするんですけど、あの前会った女性の人には僕まあ娘がいるっていう話するじゃないですか、なんかすごい子供にも優しそうとか言われて、いや実はそんなことないんですけどね、なんか感触起こしたりとかするとすぐにあのブチ切れたりとかするんだけどすぐに切れるじゃないですよ、すぐにブチ切れるんですけど、まあだからあの、まあ、そんな話もしつつね、でも言われたのがその自分自身その女の子自身はあのお父さんにすごいこう甘やかされて育ててもらったと、うん、だから逆になんて言うんだろう、あのもうちょっと厳しくしてもらってた方がなんか良かったみたいな、だから結局何でもかんでもその甘やかしてくれるから、やっぱりついつい甘えちゃうんだってさ、ね、で甘えちゃうからなんかこうちょっと発言もきつくなっちゃったりとかそういうのがあったりとかするみたいなことを言ってたので、まあだから世のねあの娘さんとかまあ息子さんでも一緒かもしれないけど、まあ、子供にあや甘いね親御さんはある程度やっぱり厳しくしなきゃいけない面もその友達じゃないからね、親と子だから、まあ、教育とかしつける部分とかで大切なところはそうやってやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思うけど、あー下へ参ります。てかこいつこの時点で倒せんのかな、ごめん倒せんのかなって言った瞬間に倒しちゃった、ごめんね、ほんとごめんね。まあアシステッドモードとかだったらあのナイフだけで倒すみたいなかした方がいいのかもしれないけどね。いやーごめん、なんかなんか大きい動物がいたみたいです、はいすいません本当にすいませんでした。あいててててて、待って浮いてるぞこれ、もしかして透けちゃうとかそういう落ちなのかな、あ、待って、すごいなこの全然割れてないじゃん、あ消えてなくなってる、どういうこと、溶けてなくなるわな、くる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 てんで開けて、さあ大きいのがいたんですよ、大きいアリクイがいたんですよ、目が悪くて音に敏感って言ったらやっぱ犬とかなのかな、犬ってほらよくさ視界が悪あの視野が悪くてさあのなんだっけ鼻がすごい効く、鼻と耳が効くって言って、犬はあの視界が悪くてなんだっけ視界じゃねえ視野が悪くてあの白黒でしか物が見えないみたいなねことを言われたりとかするけど、大丈夫、ちょっと黄砂が飛んでるからね気をつけなきゃいけないって言って、パリンパリン割ってるけど、なんかアイテム、あ、なんかあったぞ。スピン、あ、スピンだね。はい。ゴッチです。ゲントークンです。チャームとかも全部集めたら、なんか、チャーム全部、なんかコレクションなんとかとかってあったりするのかな？ないか、さすがに。開かない？これもしかしてあれ一個一個ちゃんとやらなきゃいけない、日々光ってないもんね、あればってなんか全部ダメになってんじゃん、ああそういうこと、じゃあ鳥鳥違うのやったらアウトなんだな多分な、ってことはめんどくさいぞこれ、よかった残ってて、で最後こいつを、てん、あれ、あれ、コンドル開いてなかったっけ、あ、全部来たね、あーもう弾切れちゃったよ、オワコンじゃねえか、 What's that used for?
こういう一発一発やんなきゃいけないやつがあったら、あれだね。きついね。ガンパウダーで、黄金のアクチタ剣を拾って、で、黄金の剣を、あ、違う。あれ、あ、血塗られた剣。あ、金。あ、そうだ。で、こっちに金だよね。違うよ。血だよ。で、鉄製の剣。鉄から金。血塗られちゃう。朽ちた。で、血。すごいよね。甲冑してんのにあそこにぶっ刺せるって相当な破壊力よ。何をびっくりしてんの？正解だったのに。そうよ。名探偵レオンやからな。じっちゃんの名は俺が守る。昔じっちゃんの名にかけてがさ、よく分かってなくて、じっちゃんになりかけてって言ってたからね。どん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 勝手に老けていくみたいな。よいしょ。あ、俺今滑ってるしてる。そう、関西人は滑ってなんぼよ。滑ったところでそれをビビってたらダメなさ。あー、そうだ。これは何？今度こいつとヘビね。ヘビだな。This is the same room as before, isn't it? Guess we just circled around. どうしようかな。とりあえず中庭へ向かう。そう、中庭に行ってやつと会わなきゃいけないもんね。下ろします。じゃあちょっと行儀悪く行ってきます。さよなら。でん、シャンデリアの上に乗っちゃう。絶対真似するなよ。しないわよ。オッケー、これで開いたんじゃない？開いたね。開いて敵が出てくるとかそういうオチはないだろうね、多分ね。じゃあ降ります。ふいっと。カチョ。なんだ。彫金細工の砂時計。5分タイマー式です。オープン。今回ここに戻ってくる予定はないですからね。戻ってきたらここでなんか儀式やったもんね。無茶をするのがいけないのか、やっぱ行儀悪いことをしちゃいけないのか。レオンもレオンだよね。そんなこと言ってる場合かって。まあ確かにね。じゃあアシュリー向こう側で会おう。おいで。どこ行くの？ちょっとそこまで。これやったから勝手に開くとかそういうのはな。ああ、おめえ早えな。ミスターサラザール、ミスターサラザール。行こう。こんなことをしている場合ではない。で、そうか、ここだ。めんどくせえ場所だ。来たな。水の都アトランティス。サジュテーション。サジュテーションっていうのは英語とスペイン語？いや、全然差し出す気はない。ここで喋ってる声を聞いたら、やっぱり原作のサラザールって感じがするね。姫を守る勇敢な騎士の物語を。最低すらも言わせてもらえないっていうね。じゃあ、開けるか。さあ、どうなる？めっちゃいるだろ。ほら、いるじゃん、もうすでに。おれ。ユニテイム。宴の始まりだ。あ、来た。バレたっぽい。ほい。おー、近い。そんな距離で何してんの、バカ。ああ。もうマグナムないんだってばよ。もうマグナム。痛い。ボディアーマーなかなくなった。マジっすか。どうしよっかな、こっちいる。あ、チュンチュンいってるね。あ、痛い。そしてうまい、上手、早い、安い。溶けてなくなって消えて、あ、痛い。うめえんだよ、おめえ。お上手ですね。あ、近くにいる。これアシュリー大丈夫？あれ、後ろから来てた、もしかして。そんなことはないよね。あ、いるわ。あれ、まだいるの？どこだ？あれ？あ、あいつか。今回の邪教徒はね、おっぱいのある邪教徒もいたりするからね、ちょっと興奮するよね。ちょっ
何言ってか分かんないです。でこれ取ってるだけ取っ金あれだね、600、800ってなんか割と多め。あれアシュリー Stick close. No problem. あ、いたなんで勝手に離れてってなってたんだろう。で、まだギリギリ回復しなくてもいいか。何してんの。え、ちょっと何してんの。調べないよ。よいしょ。で、これを装填しといて、降りなきゃいけないからね。パキン。これ確か下にもいるよね。あ、めっちゃいるわ。これ重油じゃないよね。火をつけた瞬間に超爆発するとか、そういう危ないことはないよね。大丈夫かな。ほい。向こう側もいるかな。よし、降りようか。アシュリーおいで。あ、いるね。めっちゃいるね。で、まだいたー。やばいわ。ロケットよりも早く走れたら俺に勝てたかもしんないね。ここでも結構不気味な上に難しいよね。初見プレイの時マジでしんどかったもん。2回くらい死んだじゃなかったっけ俺確かね。え、2回死んだかアシュリーがやられちゃったかだったかな、んかそんな感じだった記憶があるけど。で、チェキン。ほんとこれ地下から汲み上げてる湧き水なのかな。じゃあ浄化したら温泉としてちょうどいい感じのね、なったりしない。あー、そっか、一個心配がある。これロケランでぶっ放してアシュリー大丈夫かな、死なないかな。ねえ、アシュリーを助けたから捕まる前にもうやるしかないってことだよね。オープン。降りてきた。光の輪。ああ、またチュン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 言うてるわ。どこだ。あっち側か。はい。あ、来てる。えって、やばい。やって、やばい。急げ。えっと、これを装備したことによる意味があるのかはちょっとわかんないけど。ほい、セニョリータ。いってー。投げるときはいってよね。ごめん、投げる。遅い。アシュリー、帰っといて。ほい。いってててててて。で、向こう側にもチュドン。こっち側にもチュドン。オッケー。で、向こう側にもう一発チュドン。で、こっち側にもう一発チュドン。どれ落としてるけど大丈夫かな。あっち側にもチュドン。で、こっちにもう一発。あー、すごい。いい。アシュリー、そう。アシュリー、お尻を差し出せ。いいねー。この角度、たまんないよ。おー、ダブレイ。アシュリー、帰っておいで。ほい。コッパみじん。あれ、女だった今。なんかハイヒールっぽいの履いてたけど、気がするけど。あれ、また、あいつ、うまいんだよね。ほら、行って。え、嘘。もう貫通しやがった。アシュリー、どこ？アシュリー、グラハン。Yeah, I'm fine. I'm fine. 本当？ I'm fine, thank you. 反対側からチュンチュン言って飛ばしてくってるやつはいないか？大丈夫そうですか。ああいうとこにいたり。もうちょっと判定ガバガバだったら嬉しいんだけどね、ロケラのね。まあ、そうもいかんぜやって感じか。よいしょ。これ自分でやらなきゃいけないのか。指示出せない。Got it. え、違う。え、離れないで。あ、めっちゃ近くにいてくれた。ありがとう。With me. うん、そばにいて。We're not out of the woods yet. 第1ラウンドクリア。デレッデッデッデレッ。もうなんかすでに粉々な感じするけどな。回復アイテムとかないのか。だって壁ぶつかってる。お金。あれ、もしかして拾えるアイテムまで粉々にしちゃってるかな、これ。
そんなことはない。回復もな、まあ、いっか、もう次どうせ手に入るしな、あの、ブラックバスターチとかがなんかいっぱい泳いでる。なぜかそこでブラックバスが泳いでるみたいなね、気持ちがあったりするけど。キック。ここにはハンドルがあるんだよね。キュイキュイ。そしてなぜか一番遠いところから上がっていくスタイル。3、4、8回回さなきゃいけないね。了解。で、アシュリー。なんか出てきたね。そう、先っちょからなんか出てきてるんですよ。じゃあ、お願いします。アシュリーパイセン、お願いします。うわぁ、重油、石油、アラブ王。You gonna be okay? アラブ王。アラブの石油王だね。アラブ王ってなんだ。さあ、どっかから来る？あ、来てる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 。I'll cover you. Don't stop. おい。おい。おい、おい、オッケー。で、こっちからも来てる。来てるか、わかんない。おい、オッケー。で、こっちも近づいては来てない。頼みます、次あっち頼みます。おい、オッケー。で、下からは来て、あれ下から来てないね。あ、来てる、めっちゃ来てるわ、めっちゃ来てたわ。おい、おい、あっちからも敵超来てる。おい、おい、あー、めっちゃ敵降りてきてる。あー、やばいやばい、てる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 。オッケー、コッパメジンコ、もう一個コッパメジンコ。なんかすごいすごいことになってる。ふわっと浮いてる。ほいほい、やばいぞ。オッケー、アシュリーはなんともなってない。敵よし、いいね。また来てんのか。なかなか当てるのが難しいね。よし、ああなってる間に後ろから、こっちから来るスペースはないのね。よし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 、めっちゃいけるわ。後ろ後ろでめっちゃ橋が上がってる音する。あっちから出てくることがあるんだね。よし、できた。 OK get back here。 OK get back here。 あ、やらせるか。お金の回収だけは済ませて、ダメつく行こうぜ、貧乏人。さあ、栄光の架け橋が今生まれた中、レオンが駆け巡る。そして後ろには嫁アシュリーが今やってきている。そして後ろには誰もいない、単独独走ぶっちぎり。今ゴールの前に、やっぱり壺を壊してから行こう。おい、もう一個1500だもんね。かなり金持ちだよね。ほら、一気に3000貯まったぜ。あれ、待って、どっかでキー聞いてる。ああ、素材エールがあるんだね。あ、ここにお金あったんだ。へえ、興味ねえや。行こう。オープン。うぬぬ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 、待ってよ。あ、いたいた。こっちです。これは違うのね。今回のカラスはケチだね。お金お金、やっぱあれだね、高くなる分、そのほら、救急スプレーとか5000とかなってんじゃん。高くなっちゃう分、あれだね。違う違う違う、手に入るお金も高くなってってるって感じですね。 OK、 じゃあ登りましょう。ファッションショー、いっといで、プルンプルンしといで。ほら、めっちゃプルンプルンしてるよね。またデュークが乗ってんだもんね。これ一周目で言ったって。大丈夫？やって、アホなことした。ごめんなさい、すいません。アシュリー本当に大丈夫か？いや、俺だよ、俺が本当に大丈夫か？これやばくないか？これ、あ、つらい、超つらい。いや、お前すました顔してるけど相当やばいことになってるからな。大丈夫か？さあ、今からメンヘラが始まるぞ。ナイフ持っててごめんなさい。あ、ただのセクハラ。鏡を案じたまえ。あ、わしは固執しよう。やばいな。そんな厚手のグローブを貫通するほどの切れ味を持っている。やばいやばい。ああ、いいね。その胸元のリボンみたいなやつがちゃんと抜けてくれてたらいいんだけどな。そしたらもっとプルンプルンが見えたりするんだけど。
Wait! じゃあ楽しかったこのチャプター。ついに振られたか。しまった、俺の癒し係が。はい、ということでね、本チャプターも以上でございます。城に入ってね、どのくらいだったんだかな。あ、それでも30分切ってるね。ってことはさ、もうシンプルによ、ここら辺が長すぎたんだよね。ダラダラやりすぎてた感じがするよね。ずっとここなんか命中率 100% になってるね。手に入れるから、うん、気持ちいい。はい、ということでね、城、中盤戦じゃないね、まだ序盤戦だね、に差し掛かってきているところではありますが、まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、明日以降もお楽しみいただけたら幸いでございます。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。